あのロナウドもマドリー1年目は苦労していた。あのロナウドですが、スペイン1年目は35試合33得点11アシストした記録できず、バロンドール TOP さんから消えるほど苦戦していた。しかし2年目は54試合53得点17アシストと大爆発。33得点11アシストしかロナウド基準、35試合33得点わけわかめやけどね。バロンドール TOP さんから消える、苦戦なのハードル高すぎて草。メッシとロナウドは絶対に基準にしたらダメなんよ。ハードル高すぎやろ笑い。ロナウド基準というか、この世代の基準を割ってるこの時代に、ビにぶっこんでほしい。20位くらいで終わりそう。5試合33得点11アシストしかって、バグりすぎてんだろ人間じゃねえよ。メッシとロナウドのせいで基準相当バグってる。1年目からちゃんとエグいなんて。ユナイテッドで全てを手に入れたロナウドは CL でベスト8以上に進めなかった低迷期のマドリーにやってきた救世主だからね。エンバペは完成されたチームにやってきた最後のピース。やはり化け物だと再確認した。